こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジャってこれだよな。アウルセウスを倒すことができたんでアーカイブに残していきたいと思う。今回使うデッキはこちらじゃ。リーダーがガゼット、理由はな、闇属性アタック250っていうことでな、かなりの火力があるのでリーダーじゃ。まあもしな、中華用に使うとしたら、例えば、まあ、これでも構わん。ここはな、あのリーダー特性で炎上とかそういうの ないので、チェンジマスとウォールブロックさえ、破壊できれば何でもいい感じなんでな。こんな感じに、デッキを組んでおると。あとここはな、ステージにウーっていう言葉が多いので、こうという言葉を結構採用しておるぞっていうことでやっていこうか。まずはな、なるべく急いで、真ん中の板を破壊し、ウォールを破壊しないとな。放送どうしようかな。ううをここに、これにしようか。こう、これでいこう。よし、大丈夫、削れた。勉強の時間です。大切なものが確かに銃撃アタック、みんなに届け、私の過激。僕なら超えられる。次、これもまたここと、ここ、歯を一番前にしようか。第一爆弾、自然の調べ。心の闇を見せてちょうだい。私の戦術、歌の極意を教えよう。よし、破壊することができたね。真ん中に行こうか。投稿青一番前にして、ここは出てこないか。あー出てこないな。どうしようかな。カトウコウにしようか。カホウコウあんまり変わんないかな。あ、こっちの方がいいな。まあ、取れたら強すぎるな。まあ連続攻撃がな、できるやつを何枚か入れればなんとかクリアできる感じじゃん。あとな、ボール持ちをな、入れて、はい、ということでな、アウルセウスを倒すことができたというデッキの紹介じゃ。まあこんな感じで、あと、一応の、こっち、これも、こっちはな、みんなでやったときに、クリアできたデッキじゃん。まあ、こんな感じじゃな。はい、ということでな。はい、今回はここまで、大魔王、オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタン、コメントなど、よろしくお願いします。では、バイビー。